別府川、別ッ川は、鹿児島県薩摩仙台市、旧薩摩郡下道院町、姶良市、旧姶良郡加毛町、姶良郡姶良町、姶良郡梶木町を流れて、鹿児島湾、近郊湾に注ぐ二級河川である。正式名は、別府川であるが、流域の住民には、同じ漢字で、ビュー川と呼ばれており、流域の各学校の校歌でも、そのように歌われている。 別府川は上流部で一部薩摩仙台市を流れているが、流域の大半は姶良市にある。姶良市の合併前は旧加盲町と姶良町に流域の大半があり、下流部が姶良町と梶木町の境界をなしていた。流域面積は1 7 7 3トルとなっており、姶良カルデラの北側の外輪山を侵食して流れている。下流部は中石平野である。 アイラ平野を形成している。源流は、アイラ市の雇め竹とされている。源流から流れ出した別府川はほぼ南へ流れていく。この地域では、後方川とも通称されている。また、アイラ市の北西部からは、西の浦川、田平川が流れ出し、アイラ市の西端部から流れてきた前郷川と合流する。さらに北流してきた平田川も、前里川に合流し、 これが、愛良市加茂町上久森で別府川に合流する。この合流後は、加茂川とも通称されている。東へ、旧愛良町へと流れ込み、愛良市北部から流れてくる山田川と愛良市中津野で、合流して、下流部で、鹿児島湾に注いでいる。縄文海神器には、現在の別府川が流れている場所は、海が大きく入り込んだ入り江となっており、加茂町内まで海となっていた。 現在の位置まで海が交代して別府川が今のように流れるようになるのは弥生時代以降である。過去には上別府川と呼ばれていた時期があり、いつの頃からか上が取れて別府川となったとされる。古くから船舶による交通に利用され、満潮時には河毛付近まで船で遡ることができたとされる。1282年、港湾5年に、 山城国岩清水前方寺別刀剣大創図、佐清の子、両清氏が岩清水、八幡宮の分霊を行い、新領の支配のために大隅国へ下ってきた。一族を引き連れて松原、愛良市の海岸付近に一旦上陸し、そこから別府川を遡り愛良町船津付近に船を、係留して、一夜を過ごした。翌朝、東側に上陸して、山の上に、 調査橋鍋倉新生や幡宮ぐを建設し、平安城を造営して、平山市の起こりとなった。平山市は九代目、平山越後森竹豊が、島津市に打たれるまで、調査地区を支配した。船を経流した船石が船津に最近まで残っていて、いつの頃からか、行方不明になったと言われている。船津から下流では、別府川は北へ屈曲しており、この部分で、 水が、右岸に当たって跳ね返り、増水時には、左岸側、三十町千本地区に、たびたび洪水の被害をもたらしていた。またこの部分の岩山が、鴨方面との周運の障害ともなっていたので、明治になってから除去して川をまっすぐにする工事が、始められた。1869年、明治2年4月から付け替え工事に着手されたが、いくら工事をしても、別府側の流れは変わらず、 結局付け替えに失敗した。地元出身の熊本実行県議の陳情により、1936年、昭和11年12月に、鹿児島県により、別府川改修事務所が設置され、五眼工事に着手した。1937年、昭和12年から着工し、第二次世界大戦の影響で1942年、 昭和17年に中止しなければならない状況になったが、必死の陳情活動により戦争中にもかかわらず、再開され、1951年、昭和26年までかけて完成した。その後も、継続的に改修工事が実施されている。愛らし、鍋倉地区、奈谷町地区は、1595年、文禄4年12月に、島津義弘が館をこの地に置いてから、 城下町として発展し、調査号の中心地区となっていた。この場所では、地元の年貢を集め、様々な物産を、利号集産する拠点となり、さらに、鹿児島を中心に、山川、イブ谷山、垂水、福山などへの物流拠点ともなっていた。現在、九州自動車道が、別府川を横断する場所より、少し上流側が、那屋町線と呼ばれる。 物資輸送船の発着場であった。名谷町船は調査で、名所は米山役師、前は白穂の走り船とうわれる調査の象徴であった。調査側からは竹、かます、藁を編んで作った袋、むしろ、穀物、木材、木炭、調査人形などを出荷し、鹿児島側からは砂糖、肥料、そうめんなどを運んでいた。 大正年間には二十隻ほどが活動していたとされる。一往復二日の工程で、風が良ければ二時間で、調査から鹿児島へたどり着くことができた。船は全長約十五メートル、幅後から六メートル、米を五百票ほど詰める二百国船が使われ、これは現在の船で言えば三十トンほどである。マストを三本備えて搬送するようになっており、 船尾には4畳半ほどの部屋があって寝泊まりできるようになっていた。鉄道省が日本本線を建設してウェップ側に橋がかかるとマストを祈祷式にしてこの橋をくぐるようにしていた。1944年昭和19年に第二次世界大戦により働き手が減ったこと、トラック輸送の進出などの影響で最後の船が売却されて、 別府プ川を船の交通路として利用することはこれを境に終了した。古くから別府プ川の水を利用した考えが広く行われている。山下遺跡、山崎遺跡、最上遺跡などが設置されて取水を行っている。上名用水路は水路の長さ1トル、考え面積23ヘクタールで、いつ頃誰が建設したのかは不明であるが、伝承によれば、 和道年間708年から715年であるという。中津の用水路は山田川の山下遺跡から取水して長さ4キロメートル、9つのトンネルを設け山田、中川原、中津屋の合計66ヘクタールに灌溉している。1752年、法暦2年に完成したもので建設を発案した水口幸恵の秘話がある。 山崎用水路は、中津の用水路と同じあたりから取水して、寺脇、西田、大仙、深見、三十町まで流れ、灌外面積は三十ヘクタールである。建設年代は不明であるが、最古の文献資料は二百七十六年、建治二年の大隅国在町石築地役配布である。寺市用水路は、支流の寺市側から取水し、寺市、長瀬、 マスダにわたる全長 5.7km、管外面積42ヘクタールの用水路で、これも建設年代は不明であるが、1791年、完成3年の佳橋記念碑の記述から、この時期ではないかと考えられている。アイラ町の上水道は、一時期別府側からの取水も検討されたが、水利検討の問題により断念され、現在は全量を地下水によって給水している。 支流の前里川には、九州電力の設置した前里川発電所、最大出力1 2 0ット、1924年、大正13年8月稼働があり、水力発電にも利用されている。別府川が運んだ土砂により、アイラ平野には、粘土の層が存在しており、これを利用した産業が発展した。島津義弘が、朝鮮半島から連れてきた投稿により、 古調査焼きをはじめとする焼き物が発展したのも、この粘土を利用したものである。また、三佐地区における河原産業も粘土を利用していた。調査人形という焼き物で作った人形が、愛シュの伝統工芸品として、今でも生産されているが、これも同じ粘土によるものである。さらに、明治時代には粘土を利用して、レンガの製造が鍋倉地区で行われていた。 このレンガは日本本線建設に際して橋の土台やトンネルなどに利用されたが、間もなく需要が少なくなって工場は閉鎖された。昭和初期にはセメント瓦の生産も行われたが、戦争の影響により中止となった。現在ではこの粘土を利用していると言えるのは、調査人形の生産のみである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。